どうもーライスゲームズのライスでーす。ではね、今回はこのカスタムロボ V2 をやっていきたいと思います。今回は名前赤城とかララララとかタタタとか適当だな。だいぶ前に開いたな。まあこれも Wii のバーチャルコンテンツやったんですけどね、こちらのゲームをね、キープレイは基本的に縛りプレイでいきたいっていうのを申し上げる通り、縛りプレイでいきたいと思います。名前はライス、今回の縛りは正直、ね、クリアできるかわからないからね、そのままね、ゲーム終わらずに終わっちゃう可能性はありますが、あそこのところはね、どうしたんでちゅか、ライスお兄ちゃん。あ、ベッドから転げ落ちたんでちゅね。まだカスタムロボの夢でも見てたんですね。あ、そうでちゅ、そのカスタムロボでしゅよ。お兄ちゃん宛てにロボが届いてましたよ。早く取りに来るでちゅ。なのでね、HP を戦えば戦うほど HP を減らす縛りは、まあ、基本的にはね、ありなんですけど、まあ 100% でね、一応勝ちたいので、それはね、極力使わんようにしていきたいと思います。おはようライス、相変わらずお寝坊さんね。あのね、あなた宛に小包がついてる、届いてるのよ。なのでね、かなり今回は長くなるんじゃないかなと思います。はい、これやりましたね、お兄ちゃん。プレゼントが当たったでちゅ。これが前から2人で綺麗で、2人で騒いでいたカスタムロボのね。そうでちゅ。今時カスタムロボを持ってない子供なんていないでちゅ。ママが買ってくれないからお兄ちゃんはプレゼントやってたんでちゅ。まあ、携帯みたいなもんだね。今でスマホみたいなね。そうなんだ。ごめんね。そんなに流行ってるとは知らなかったわ。ね、包みあげてよ。ママにお見せてよ。ああ、俺の時代で言うとあれだな。ベイブレードだな。ベイブレード持ってない人はほとんどいなかったからな。ふーちゃんも見たいです。見たい見たい。ライツは包みが割れて中身を取りました。何それ、そんな四角いサイコロみたいなのカスタムロボだもん。まったくママは何も知らないんでちゅね。これはロボキューブといって、持ち運ぶときはこういう形をしてるんでちゅ。使うときはかっこよくロボに変身ってするんでしょ。これを言うなら変形でしょ。ママはロボには詳しくないのにツッコミがするでしょね。さあお兄ちゃん、早速ロボバトルするでちゅ。ふーちゃんと一緒にロボステーションに行くでちゅ。今果てしない冒険の扉が開かれたでちゅ。少年はみだらを こらえ、ママは別れを告げて旅立ちでちゅ。いってらっしゃい、頑張ってね。すっげえ棒読み感半端ねえな。半端ねえな。よっしゃ行くぜ。ロボステーション。よし、ここがロボステーションですか。みんな楽しそうですね。そうだな。全然楽しそうには見えないけどな。あんまり銅像のやつ見たいけど、結構細かく作られてんな。はい、では。さ、お兄ちゃんもバトルするでしょ。でもお兄ちゃん、ロボやりにでも、フンも考えたらやったことないでちゅ。ということで、ゲンタくんとポンタくんだっけ。やばい、適当だな。なんだ、知らないやつがいるぞ。あ、あの子。あの子ってなんだよ。いや、お前、初めに言うからだ。こいつ完全にスネオキャラだな。親友のコマンダーか。この子、こないだ僕のクラスに転校してきた子だ。名前は、ライスって言ったよね。ほら、僕、同じクラスの大変だよ。転校生か。俺はゲンタって言うんだ。この町なら何でも知ってるよ。聞いてくれ。で、そっちの小さいのは何だい。私は妹のサバデチュー、フーちゃんと呼んでくれちゃいまち。お兄ちゃんはよろしくお願いでちゅ。あ、ナイツくんもコマンダーだね。手に持っているロボを見せてよ。あ、これ新型のロボの V2 じゃねえか。
これって制限、限定製品ってやつだよね。ライツくん、プレゼントの挑戦で当たったんだね。そうなんでちゅ、超レアものなんでちゅよ。でもお兄ちゃんはまだカスタムロボやったことがないんでちゅ。そうなんだよな、俺めっちゃやったけどな。なるほど、任しておくれ。カスタムことか、カスタムロボのことなら源太様が何でも教えてやるな。あ、ライツくん、これまだアイコンタクトレジスターを済ましてないね。これじゃあまだ君のロボにはなってないよ。ロボは最初に目があった人が持ち主として登録されるんだ。そしてその人の命令しか受け付けなくなるんだ。さあライツくん、ロボを変形させてアイコンタクトレジスターを済ませるんだ。なんなら俺が代わりに済ましてやってもいいぜ。何言ってんだい、それじゃあ源太くんのものになっちゃうじゃないか。ははは、バレたか。バレてるね。ライツはロボと目を合わせた。アイコンタクトレジスター完了。これでそのロボはライスくんのパートナーだよ。よっしゃ、早速バトルだ。遊び方の説明は太平に任せな。こいつ気が弱いからあんまり強くないけど勉強家でな。理屈だけはバッチリだから期待してくれよ。ゲンチャーさん、あんまり褒めないでよそれ。まあよろしくね、ライスくん。じゃあそこの空いてるデッキを使おうか。あんじゃねえよ。やるぞ、レグ。レグって言っちゃったよ。じゃあ簡単に遊び方を説明するね。うまく相手を攻撃してエネルギーをゼロにすれば君の勝ちだよ。操作はスティックを移動、 A ボタンでガン攻撃。まずはこれで覚えてね。じゃあ適当に動き回って相手をしてあげるから僕を倒してごらん。もう一度説明しようか。いいや、バトルが始まると最初にキューブ打ち出しロボのキャノボットが当たられるんだ。キャノボットの左側、赤い腕から打ち出されるのが君のロボキューブだよ。打ち出されたキューブは地上に転がって止まった時に変形するアーモニットブルーブルーブルー。こんなのいいわ、こんな説明いいわ。これはこういう説明はちょっと省いていこうと思います。でね、最初は相手は攻撃しないんでもうボッコボコにしてください。もう縛りプレイ関係ない。もう全くね、あれだから、避けるキューブいらないから、ね、とりあえずね、止まってますね。このアタックっていうのはかなり強いですよね。で、A でガン、で、B、あ、ライス君、真面目にやってよ。僕は走り回ってるだけなのに。間違ってガン打っちゃったので、もう一回やり直しなんですけど、まあ、基本的にはね、ガンは使わない方向でいきたいと思います。ホットとガンはあるんですけど、ホットとゴムあるんですけど、攻撃の食らわないホットとガンも確かあったような気がするんですよね。なので、そちらのホットをね、使っていこうかなと思ってます。なので、基本的にはもう、ガンとこのアタックと、この移動の仕方でね、ボム自分で食らうからね。パーフェクト。だからこのパーフェクトっていう文字を毎回見せるような形にやっていきたいと思います。しゃあ、じゃあ帰れ、大変帰れ。へえ、ライス君筋がいいじゃない。確かに初めにしちゃいい動きしてるぜ。お兄ちゃん、華々しくデビューを飾ったですね。デビューします。セーブはね、いるわ、絶対セーブいるわ。よし、ライス、次は俺が相手をしちゃうぜ。ロボのタイプが分かった方が勉強になるからな。じゃあ頼むね、ケンタ君。一応激闘編だけ、縛りプレイみたいな感じでねやっていこうと思います。もう一つのね、激闘編がこれです。これ激闘編か。まあ、こっちのね、ストーリー編を、縛りプレイで、で、次のね、編が難しい編なんですけど、そちらね、また別の、縛りをやっていこうと思います。それでね、そのもう一つの方で、ノーダメージ縛りは無理。正直無理。よし、やっていくぜ。みんなはどういうガンが好きですか？僕はスプラッシュガンとか、ナックルガンとか、ガンが好きだな。スプラッシュガンかな。 V レーザーガン、
これ難しいかも。やばいやばい、この縛り相当難しいかも。ちょ待って待って待って、ここだ。あ、これ近づかん方がいいか。これがでもこうなった時はでかいんだよな。ロボによって相手の防御力、あロボのな、防御力って、これ無理なんじゃない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 。僕の動きはね、まだまだしょぼいかもしれない。お前本当に今日が初めてのライブかい？最初は動き回ってるだけでも苦労するもんだかな。どうや、こりゃ面白くなってきたぜ。ちょっと待ってな、めっちゃ頼み込んでるぞあいつ。あーなんだよ、来いや。俺も来れんのか。あいつ対戦相手を見つけたくて、こいつらも初心者なんだ。俺たちと違うロボを持ってるし、あんまりうまくねえから練習にはちょうどいいぜ。おいおい、聞こえてるぞ。呼びつけておいて、その戦はできねえな。まあまあ、ゲンタの口調はいつものことじゃん。いいぜ、相手をしてやるぜ。ナイスって言ったな、勝負だ。よしよしよし。いや、これ無理かもしれない、マジで。ベーシックガンって、本当に弱いんですよ。ベーシックガン、でも相手攻撃全然食らわないし、そっち動けない状態が結構続いちゃうから、打ったりしてもねきついんだよな。なんか最初に打っちゃうかな。とりあえずやった。怖いぞ、お前のボムが一番怖いから。これ無理なんじゃねえの。ふざけんなよ。これ無理だな。これ動画投稿、これ敵やつになったら動画投稿、敵一人で敵一体につき一動画みたいになっちゃうよこれ。やばいな。いやでもね、ガンをもらえば、いいとこまで行くはず。まずガンがしょぼいからガン打てないんだよな。ほらね、もうボム早いんだよ。これお渡し機でカスタムロー V2 なんかやってる人いないかな。ちょっと調べてないのにちょっと突発的にやっちゃったからな。ただ好きだからっていう理由でやっちゃったからな。いやー、久々にやりたいなと思ったんだよ。久々にやりたいと思ったんだよ。そんなに難しいと思わなかったんだよ。いやいやいや、でも俺ないける。基本的に飛ばない。これ、レイチは。レイチは飛ばない。よし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 。ここだ。アタックでね。アタックで最初は。ガンはな。よし、バトル。ここだ、バトル。ここだ。よし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 。ガンは飛ばないと。ガンは。いけ。バカだ。ガン。やばい。しゅ。怖い、怖い。くるい、バカだ。いけるな、いけるいける全然いけるな。はじめとか言ういけるな、これいいぞ。よし、セブセブ、くーやれた。よし、
じゃあ次で最後にしようかな。こんな感じでね、敵を倒したら、パーツがもらえるみたいな、そんな感じですね。で、ポケモンと同じようなところ、ポケモンと同じように、なんかパソコンかなんかで、パーツを引き出すみたいな。で、そのパーツを使って、ストーリー系はやりくりしていくみたいな、そういう感じになっております。これで最後にしたいと思います。一緒相手がな、頭やった瞬間に負けるから、ね。バカ、ほんとお前バカだな、ほんとお前バカ、飛ぶの禁止、飛ぶの禁止、ほんとバカが絶対撃たんと思ったわ、なんか禁止だわ、うわ来た、ここだ、あバカ、起き上がり速攻自爆なんてずるいよ、俺の方がうまいぜ、ふざけてる、ふざけとうわこいつマジで、バトルスタート、マジでマジで、お来た、シュッシュッ、相手は、あれか、腕も結構速い、こういった耐久率が高いですね、こうロボに耐久率が高いです、スナイパーガンとか欲しいな、スナイパーガン超いいな、はい、よし、決まった、こいつなんか受け上がりボンド使う、よっしゃ、うわしやったや、そう考えたらあれだな、ガンダム系のやつの 100% やつみたいな、なんかガンダムのゲームあるんですけど、ゲームセンターのゲーム、ああいうゲームで全ての攻撃を当てる、全ての攻撃回避する 100% みたいな、ね、そういうゲーム、そういうね、縛りも楽しみ、パーフェクト、しゃ今の当て方超うまかった、超うまかった、やっぱね、動きながらのね、あのガンスライドアタックが、ね、すごいいいんだよな、しゃ今回、お、なんか、なんか俺、なんかおっちゃんができたとサンダードボムです、よーし、で、今度セブン、うむむ、お前やるな、ま、負けちゃったけど楽しかったぜ、今度また戦おうね、ということで、今回はここまでにしたいと思います。まあ、この実況どこまでいけるかわかんないですけど、まあこれは毎日実況はするわけじゃないので定期的にやろうと思います、まあ、できたら投稿、できたら投稿みたいな感じでやっていきたいと思います。みんなのコメントでこの動画が続くかどうかはあなた次第です。コメント再生回数再生回数がいいな、コメント待ってます、うん。ではね、この縛りプレイ頑張っていこうと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。